おはようございます。昨日の釣り具を洗ってます。昨日は潮がね結構飛んでたんで 1.7 巻いてたんだけど、この 1.5 の方に途中変えてやってたんです。竿も久しぶりに自分で作ったやつじゃないやつを使ってたかな、うん、どこにも名前が入ってないけど藤本工房さんの竿だね。ずっと前にもらっていまだにこの竿で釣れんかったことがないけどあんまり使ってないからかもしれんけど、で前ちょっといろいろ質問受けてこのエビクーラーを紹介しようかなみたいな、ただのクーラー、ダイワの古いクーラーなんだけど、昔はここに箱を乗せてやったりしてたんだけど、今はもうこのなんていうのかな、滑り止めテープっていうのかな、これを貼って上にこう乗せてこうやる感じ、まあ、これが一番楽なんでね、蓋も閉まるし、うん、こういう感じ、まあ適当に2枚ずつ重ねて乗せるだけなんで、まあ全然動きもしないしね、いいかなっていう感じなんですけど、こいつはこんな風に適当にマイク作っちゃったんですよね。で、未だに竿尻にこのリールシートがついたままという、ここは研ぎ出しです。昔こんなことやってたなみたいな、このクッションはこのゲルクッションの中に、中というか下に普通のクッションを入れて二重にしてやってる感じかな。あとはこいつか、これクロスファクター、僕のお友達が使ってたんで聞いて買いました。まあ、これ4つこうロッドホルダーがついてて、まあ、防水でなんていうの、ハードバック感ではないけど、まあ、ちゃんとしたいい機能ですね。ただこれ高いんだよね今、っていうか物が入らないらしい。円安と中国からのものが全く入らないってことで、多分聞いても入ってこないんじゃないかな今。そんなもんかな。あとこいつは魚を締める時の僕の大事なナイフです。こいつはエビ取りに行く時の網かなあ、そう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 、忘れとった、この靴、これねすごくいいんだよね。これワークマンで売ってるんだけど、まあ知ってる人はみんな知ってるけど、見ててて、ね、これは防水になってて蒸れないんだよねこの靴って、長靴みたいには。なんでこの時期履いてっても全然問題ないかなみたいな。これ1500円ですよ、ワークマン行って。サファリっていう銘柄かな。色はこいつと黒と、もう一つなんかチェック柄みたいなやつがあるけど、赤い女の子っぽいやつが、まあ全然水かけても問題ないんで。よし、それではシャワーでも浴びていくかな。ではお疲れ様でした。